はい、鎌本です。今回は引き続き船崎くんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、船崎くんは即さんのパートナーで、まあ、SEO に関することは全部船崎くんに集結してるんですけれども、まあ、1億とか、それ以上で売却経験を何度もしている超敏腕アフィリエイターなんで、 SEO に関することは全て知っているというところで、まあ、今回はですね、うちのクライアントさんで、まあ、70社とか、今多分あると思うんですけど、2019年の11月時点で多分70社ぐらいあって、でその中の結構多くが船崎くんに相談が集まっていると、うん、まあ、そんなぐらい ストックさんの中でも本当 SEO のエキスパートっていう感じなの で普通の SEO コンサル会社の SEO コンサルタントと違って、自分で未然に切ってアフィリメディアを育てては売却し、育てては売却しってやってるんで、非常の空論ではなくて本当に結果が出るやり方を船崎くんがやってると、うん、いうところなんで、今日はそんな船崎くんに質問をいろいろしていきたいと思うんですが、はい、なんか最近トレンドがあるぞ。そうですね、はい、いやもう今かなりアフィリエイトサイトがすごく厳しくなってきてまして、はい、上位表示可能なキーワードの幅がすごい減ってますね。なるほど。いわゆる一昔前だと、例えばクレジットカードって調べた時に、うん、結構そのクレジットカードの事業者さんのサイトももちろん出てきてはいたんですけど、うん、比較サイトとかも結構上がってきてたんですね、うん、単一のビッグワードで、うん、そのいわゆる稼げるキーワードっていうの結構上がってきてたんですけど、うん、最近だと本当にそういった、まあ、業界のビッグワードで事業者さんのサイトがすごく増えてきて、うん、まあ、Google のアフィリエイトサイトへの冷遇状況がすごい浮き彫りになっているような形です。例えばじゃあ Google でなんか、なんだろうな、ルーター比較とかで検索した時に、はい、実際にルーターを作ってる会社の、はい、サイトだったりとかコンテンツが出てくるのか、はい、そのルーターのアフィリエイトサイトがいっぱい出てくるのかで、はいはい、もう間違いなく前者の方がコンテンツの質が信用できるよねっていうことで、はい、後者がもう Google の1ページ目からガンガンこう吹っ飛んでいってるっていう。あ、そうです。まあ、厳密に言うと比較とかおすすめとか、はい、なんか複数サービスを比較するキーワードに関してはアフィリエイトサイトはまだ残ってますね。あ、そうなんですか。そうです、そうです。ただ比較ではなくて純粋にその事業会社でも作れるとか、うん、ルーター料金とかだったら、うん、まあ、ルーター調べてね、分かんないんですけど、うん、昨今の状況だとアフィリエイトサイトがなんか各社の料金を比較したページを作ってると思うんですけど、それよりもルーターの事業会社の料金の説明みたいな、うんうん、A 社の料金の説明みたいなページの方が上がりやすくなってるっていう傾向があります、ね、なるほど。じゃあもちろんまだキーワードにもよるけど、はい、要は、はい、そういうアフィリエイトサイトがざっくりどんどん死んでってるってことですよね。あ、そうですね、うん、すごく難しくなってます。だから知り合いのアフィリエイター死んだやついっぱいいるもんね、はい、そうですね船崎くんもアフィリエイターなわけじゃないですか、はい、そうですね、はい、で、まあ、もちろん売却だなんだっていうのをやってるけど、はいはい、まあ、ちょっとな数十万稼げるアフィリサイトだったらちょっと作れちゃうから、はい、まあ、小銭稼ぎみたいな感じでちょくちょく自分で作っては、はいはい、まあ、状況の視況感のリサーチみたいな感じで、はい、まあ、常にこう現場を肌で感じていると、はい、そうですね、っていうところなんですけど、その最近のトレンドで、はい、要はアフィリエイトサイトが死んだから、はいはい、どういう流れがこれから来るんでしょうか。あ、もう本当に事業会社が、うん、SEO で上位表示させるためのコラムを作ると、うん、すごく上げやすい時代になったなっていう。で、この流れは今後もずっとアップデート継続しているので、うん、もっともっと加速していくんじゃないかっていうふうに個人的には予測してますね、うん、事業者っていうのはどういうことですか。はい、例えばルーターだったらルーターを実際に作ってるメーカーさんとかです、はいはいはい、で、弁護士事務所さんだったら弁護士事務所を紹介しているアフィリエイトサイトとかではなくて、はい、弁護士事務所さんのサイトですね。なるほど。で、これいろいろ背景があるんですけど、うん、なんか Google が EAT って言われる、うん、まあ、サイトの専門性であったり、うん、権威性であったり、あと信頼性をすごく重視してるんですね、うん、で、そういう EAT があるサイトを上げますっていうふうに Google は明記してるので、うん、どっちが EAT あるかって言ったら、もうアフィリエイトサイトの事業者さんのサイトの方がその領域のプロなので圧倒的にあるので、うん、もう EAT が重視される以上、今後この流れは逆らわれてはいかないんじゃないかなっていうふうに、うん、まあ、個人的には思ってますね。そうですよね。だからユーザーからしても、はい、なんか本当に知りたい情報あるんだったら事業会社が出しているコンテンツの方が信用できますもんね、はい、そうですね。で、逆にアフィリエイトサイトが、はい、いいなって思うタイミングって、多分その事業者弁護士単体じゃできないような各弁護士事務所の比較だったりとかっていうのは、まあ、アフィリサイトじゃないとできないから、そういうの上がってくるのかもしれない。なので昔だったらもっと比較とかおすすめ以外のキーワードが結構アフィリサイトいっぱい上がってたのですごく良かったんですね。ただ今ってもうこの比較とかおすすめとかアフィリサイトしか作れないようなコンテンツ以外はなかなか上がらないんですね、事業会社さんと競合しちゃうので。確かに。なので事業会社さんが今逆に言うとすごく今までコストとか労力とかナレッジを使って一生懸命作ってたアフィリエイトサイトだったらなかなか勝てないかったんですね、こっちのキーワードも。それを事業会社さんが勝てるようになってきてるので、すごく今事業会社さんが SEO 対策をするっていうのは
熱いフェーズに来てるんじゃないかなっていうふうに個人的には考えてます。僕結構各案件のサーチコンソールとかよく見てるんですよ、はい、結構どこも上がってるんですよ ね、 すよね事業会社が、はい、うん、だからそのトレンドが相当来てるなっていうのは肌感覚ですけどありますね。逆にちょっとアフィリエイトサイトはどんどんなんか縮小傾向にはなってきてるのかなって思います、ね、うん、なるほど。アフィリサイトがどんどん死んでる分、はい、事業会社が自分たちのホームページにコンテンツを入れると順位がつきやすくなってって流入ガンガン取れるようになってると。だから今オウンドメディアを事業会社が作るべきだっていう、はい、そうですそうですね。このオウンドメディアブームって結構一昔前にあったじゃないですか、はい、あれでガーッとみんな作り始めて、はい、でも大半うまくいかずに、はい、アフィリエイターとか本場のやつらが、はい、競争相手になるから、はい、なんかこううまくいかなかった、はい、バタバタ倒れていった無駄金みたいなたくさんあったと思うんですよ、はい、でも今 Google が物理的にアフィリエイターを排除しようとしてるから、はい、結果的にオウンドメディアブーム最高みたいな、あ、そうです、最大って感じなんですよね。で、僕自身も自社のアフィリエイトサイトと事業会社さんのサイトで、まあ、クオリティ記事のこと結構こだわるのでどっちもいい記事上げてるんですけど、うん、やっぱ順位の付き方が全然違うんですね、はいはいはい、まあ、それはもともと非リンクついてるとかそういった要因もあると思うんですけど、うん、やっぱこの EAT の部分大きいなっていうふうに感じてますね。なるほどなるほど、まあ、Google も多分、はい、アフィリエイターが増えすぎて、はい、なんだろう、ユーザーが多分 Google で検索した時に、はい、アフィリエイターがなんかこういかに買わせるかみたいな記事ばっか上がってきて、要はユーザーがなんかこう Google で検索してもさ、はい、みたいな変な広告サイトしか出てこないじゃんみたいな、はい、本当に知りたい情報出てこないんだよね、はい、だから一番情報が手に入るのってもう Google の検索じゃなくて、はい、Twitter とかインスタで検索した方が早くない、はい、ってなっちゃうとGoogle 離れが始まってしまうと。そうですね。うん。だからアフィリサイトが上に来すぎると、はい、やっぱりみんなちょっとユーザーとしては不便になってしまうと。そうですね。はい、っていうことなんで多分 Google が本当にいいコンテンツはなんだって考えた時に、はい、アフィリエイターが作るサイトではなくて事業会社が作るコンテンツだよね。そうですね。ってなったということですね。うん、はい。はい。もしじゃあこれを見ている事業会社さんが、はい、オウンドメディアお願いします、はい、うちもちょっとウェブで集客できるようになりたいですってなったら、はい、どんなことするかっていうと前回の動画でお話ししたようなキーワードの洗い出しをまずガーってやるわけですよね、はい、でキーワードの洗い出しをガーッとやってそれを元にコンテンツを作っていって、はい、そうすると順位がすぐつきやすいから、はい、その事業会社のホームページに集客ができるようになって で問い合わせにつながって結果儲かるみたいなんですよね、はいはい、でどんぐらいの費用がかかるかっていうのに関しては結局コンテンツをいくつ作るかっていう、 そうですね、そこの掛け算ですね、次第ですね、うん、ただ普通にコンテンツをなんか他の人に発注するよりかは、はい、船崎くん監修で作ったコンテンツの方がクオリティを担保した状態で、はい、SEO に引っかかるコンテンツを作ることができる。そうですね、なんかコンテンツ作る前段階でそのキーワードがどういったことを知りたいの、キーワードを調べるユーザーのニーズとかその検索ニーズみたいなものをしっかり調べてから作り出すので、はい、結構通常でも上がりやすいような記事なんですけど、事業会社さんのドメインと合わさることで加速的に上がりやすいっていうようなイメージです、ね、なるほどなるほど、理解しました、はい、じゃあオンドメディア構築での、ホームページ集客にご興味ある方は概要欄から、はい、お願いします。はい、じゃあまずはこの辺でありがとうございました、はい、ありがとうございました。